幾多の騒乱によってもたらされた傷も癒え、ゴーダの国には平穏な日々が訪れていた。そしてアリシヒの姿を取り戻しつつある東忍び流の里から、今宵もまた任務へと赴く影がある。商人越後屋六兵衛、裏でさばいた刀や種子島で私腹を肥やし他国とのつながりが噂されている男である。生蔵刀が銀河紙に変わるとは、いやはやうまくやったものよ。これでゴーダの国とも手切れとは、なんとも名残惜しい限りじゃわ。小河原ともはむごいことをしよる。ん？月見つめば、うわ、皮肉なものいよ。なんじゃ？
Thank you.
この世は金じゃ。上出来だね。どうした？まあ今更別の門になんてなれやしないんだ。